こんにちは、野沢こと野沢美里です。今回はゲストに普段塾の皆さんをお迎えしました。イエーイ。はあ、こんにちは、俺たち普段塾です。よろしくお願いしま す。赤園小次郎です。緑川恭平です。清明寺浦政です。ありがとうございます。とってもかっこいいですね。はい、今回はどのようなアルバムになっていますか？はい、パワーオブウィンドウという、はい、アルバムタイトルなんですけども、うん、こちらはあの直訳すると風の力と言うんですけど、はい、あの普段塾の力が込められた一枚になっていると思います。まあ、シングル曲もたくさん入っているので、はい、もしかしたら聞いたことがある曲も入っているかもしれないし、うん、はい、あとはそれとまあ、同じくらい新曲も増やしまして、うんうん、あとはあのユニット曲っていうのもあって、うんうん、メンバーがこうソロだったり、うん、4人組だったり2人組だったりっていうので分かれて、うんうん、あの1曲歌ったりとかしてるので、うんうん、そこもファンの皆さんは聴きどころじゃないかなと思います。普段塾としてデビューして約6年ほどになりますが、はい、今までの活動を振り返っていかがですか？今日いるメンバーはちょうどもう普段塾結成時から全員いるメンバーなんですけれども、そうなんですね。どうですか？すごいですよね。あの、うん、小学校卒業する年数ですからね。もうなんか家族よりも一緒にいるんで、すごいなんか不思議だね、うん、だからあのファンの皆さんとかも、うん、あのどんどん子供が大きくなってったりとかあの結婚して子供が生まれてっていう人も全部すごいたくさんそういうファンの方もいらっしゃって、うん、そういうのを見るとあの子供が喋れるようになったんだとかそういうので月日を感じますけど、あとは普段塾その最初、はい、この男装ユニットでやり始めた時は男装っていうのを明言していなかったんですね。そうなんです。でもこうやっていく中で今は男装ユニットとして言っていて、やっぱりそれを言えるようになったりとか、そういう今回その男装レボリューションだとかチェメンパラダイスっていう男装だからこそ歌える曲を歌えるようになったのもその6年の歩みがあって、自分たちの男装がもうどんどん完成度が上がっているからこそ歌えるんじゃないかなと思います。初めて男装をするということになった時どう思いましたか？あのもともとその女の子のアイドルとして活動していて、はい、ライブの中のコーナーで、はい、まあもともとオタクのメンバーが集まっていたので、その中で男装をしてみたら面白いんじゃないかというところから始まって、最初本当にこんな長く男装をやるとも思っていませんでしたし、うんうん、なんか遊びというか、うん、ちょっと文化祭感覚みたいな、はい、うん、それがね、ここまで、ね、まさかここまでっていう感じです、はい、で、はい、と見ている男性の方々にどうするとかっこよく見えるかとかっていうのを教えていただきたいんですけど、おー、なんかよくでも男性のファンの方に聞かれたりしますね、うんうんうん、どうしたらなんか普段塾みたいになりますかとか聞かれるんですけど、まあ、見た目もそうですけど、やっぱ普段塾は中身じゃないかなと思ってますね。中身、どのように結構メンバーね、でもね、心がけてるのはやっぱり、ね、うん、女の人に喜んでもらいたいっていう気持ちもが、うんうん、レディーファースト、そうですそうです、女の人への気遣いっていうのが、まあ、自分たちが、ね、あの女の人の気持ちも分かる分、うん、はい、いろいろやってあげられることだと思うんですけど、はい、うん、レディーファーストだったりとか、うん、あの例えば髪切ったことを気づくとか、あ、嬉しいですね、今日の服装かわいいねとか、はい、うん、褒めるっていうことも女性は嬉しいじゃないですか、ね、嬉しいです。そういうのちょっとチャレンジしてみてほしいなと思います。なるほど、男性のファンの皆さんも真似してみてくださいねはい、では突然ですが、そんなかっこいいメンバーの皆さんにこれからゲームをしていただきます。おー、ゲーム、題して私のハートに風を吹かせてゲーム。おー、男装ユニットということで、女心がどれだけつかめるかというのを競っていただきます。うん、なるほど。と内容はメンバーの皆さんに私 MC ノーザがお題を2つ出します。それぞれのお題に対して答えていただき、ノーザが一番グッときたリアクションした人が優勝という流れです、はい、ではまず1つ目のお題はじゃん、
告白です。おお、設定は春ということで高校の卒業式と、ずっと気になっていた女の子ノーザに告白するとしたらどのような告白をしますか？なるほど、学生設定ですね。学生、赤園さんからお願いします。はい、では、はい、赤園いきます。はい、あ、桜が綺麗だね。あのさ、まあ、俺どういう印象かなってまあ聞きたいけど、まあ大体ね、チャラいとか、チャラい、まあ、そういう感じで言われるし、まあ実際、まあモテるし、ね、まあ告白とかもいろいろされてきたけどさ、でもまあ今日卒業式だし、まあ本当のこと言おうかなと思って。何？実はさ、まあいろいろ女の子に告白されてきたけど、まあずっと断ってたんだよね。3年間、ノーザが好きだった。キュン、キュンとしましたノーザ。9-1です。待って、10のうちの1だったらめっちゃ低いっすよね。ノーザの1番目のキュンということで。あ、なるほど、9-1です。ナンバーワンのキュンをもらったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いて緑川さんお願いします。はい、あ、卒業、今日で卒業だね。寂しい。でもさ、この卒業っていうのを機にね、あの、ただの友達っていう関係からも卒業したくて。どういう？実は、ノーザのことがずっと好きで、本当？今日で、高校卒業するから、会えなくなるの嫌だから、明日からも一緒にいたいから付き合ってください。キュンキュン、キュンにです。あれ、2番だから俺1、俺1、2番1はこれ、みんな9、3、2着、俺1だったらしい。2着の順番の問題じゃないから、もうどうあがいても3着だ。頑張れ、3着、やだなみたいに言うのやめてよ。3着。はい、では整備のじさんお願いします。卒業だね。なんかさ、ノーザさ、すごい制服も似合ってたけど。本当？まださ、私服見たことないじゃん。春になって大学になったら、俺に私服見せてくんないかな。また、私服でも会ってくれる？いいと思う。じゃあ、デートしよう。好きなんだ。 ありがとう。なんかもう、キュン何かもらって、キュン、半分キュンです。半キュン、半人前だ。キュン3にも達してないってことね。ちょっとごめんなさい、終わりが見えなかったよ。いいの、粘ったけどね。一応告白はしたよね。告白はしたよ。はい、では続いてのお題に移りたいと思います。じゃん、お題、彼女がプンプンの時。設定は付き合ってる彼女ノーザがひょんなことから怒ってしまうという設定です。そんな時、普段塾の皆さんならどんな行動に出ますか？おー、これは結構ね、もうすでに俺はもうなんか付き合ってない感があって、どうしよう。そうだね、付き合えてはない。半球ですか？半球だから。じゃあ、いきます。はい、もう、なんでまだ来ないの？なんで遅れてるの？もう30分は待ってるのに。ごめん、遅れた。遅いよ、遅いよ。遅くてごめん。あのさ、ちょっと用意に手間取っちゃって。用意？何の？プレゼント買ってきたんだ。え？これ。え？ありがとう。え？俺の、うちの合鍵。え？え？いいの？行っていいの？いつでも来て。キュンキュン100です。やったー、やってないのに。キュン100ってことは100位。今のノリは100位。すごいね、よかったね。やった。今日誕生日なのに絶対忘れてる。誕生日、ノーザ今日誕生日なのに。あ、ノーザ、あ、忘れてるでしょ、今日何の日だと思ってんの？え？俺がノーザのこと大好きな日。え？違うよ。
ノーズの誕生日だよ。知ってるよ。本当？うん。だから出かけよう。うん。デートしよう。イエーイ。あれ誕生日のこと忘れた。結局あんまり怒ってなかった。怒ってはいない。怒ってない。遊べて満足です。キューン四。四。四。何なんだ何なんだ。上なのか下なのかよくわからなくなってきたぞ。小次郎。昨日何してたの？女の子と歩いてるの見たんだけど。え、いや違うよ、あれは違う違う。え、見た、ノーザ見た。違うって。あれは、うん、高校の時の仲いい友達。うん、ほど紹介するよ。なんで？え、やだ、だって友達だから。なんで？友達じゃなかった。仲良くしてよ。手つないでた。嘘つけよ。それ多分違う人だね。本当？違う。何怒ってんだよ。なんだよ、この子の、この子の、この怒ってんの？うん、怒ってんの？怒ってる。バカバカ、怒ってない。違うから、違うから。あれあれ、キュンゼロ、キュンゼロです。違う違う、違うんだよ、違うんだよ。違うんだよ。違うの？怒ってんの？怒ってる。あ、そう、うん、怒ってる。好きだよ、ノーザ。キュン、キュン、に、に。徹底的にね、そんなね、マイナスから始まってるんだからさ、はい、無理でしょ。あ、私浮気してますよ、もう。そう。発表します。優勝は、じゃーん、じゃーん、セミおじさんです。挽回、挽回。すげー。付き合えた。卒業後に付き合えた。結局合鍵かよ、お前。合鍵か。合鍵にキュンとしてしまいました。合鍵最高。合鍵だよ。そりゃ手つないでちゃダメだわ。ダメだわ。設定が悪かった。すいません。あ、そういえば、あ、ご褒美あるんじゃない？やったじゃん。豪華商品がこちらです。じゃーん。なんでしょう、いきますよ。丸いよ。じゃーん。おー、ウリロー。ウリロー。いいなー。え、いいですか、もらって。ニューアルバムの名前、なんでしたっけ？パワーオブウィンドウ。パワーオブウィンドウ。パワーオブウィンドウ。パワーオブウィロー。パワーオブウィロー。で、ウィロです。 おめでとうございます。やった、好きです。じゃあちょっとすいません、これバツバツしてウィロに。こういう感じで、こういう感じで。はい。あ、かわいい、三色餅みたい。かわいい。いいね、うまいね。いただきます、そのネタ。いただきます。はい。よかった。パワーオブウィロー。豪華商品喜んでいただいて。いや、最初これだからちょっとなんかケーキなのかなって思って。あ、いや、なんかこれどうしよう、このまま撮って器ですって言われてました。いや、でも本当におめでとう。ありがとうございます。おめでとう。パワーオブウィロー、よろしくお願いします。水曜の